道君、道、つまり人間の正しい生き方は人間が生まれる前から決まっているもので、人間はその生き方をするように心がけなければなりません。そしてその道を見失うと正しい生き方がわからなくなってしまいます。だから一瞬でも道から目をそらしてはいけないのです。人間は誰でも生きている限り人道を実行することが一番大切なことだと思っています。だから人道に外れることがない生き方をしていれば、堂々と自信を持って毎日を過ごすことができます。しかし人間として生まれたのに、優しさ、仁ですね、義、正義、忠、真心、公、親孝行、礼、礼儀のことを実行しないのは人道から外れた生き方で、体は生きていても心は死んでいるのと同じです。命を無駄遣いしていると言えます。人間の心は神と言ってもよいし、仏と言ってもよいのです。なぜなら人間の魂、つまり心はダーマの分霊、分身であり、神仏もまたダーマの霊のことだからです。だから人道から外れていなければ、神仏の教えからも外れていないのです。そして人間の生き方は何から何まで神仏、つまりダーマ、そして自分が見ていて、何一つごまかすことができません。だから人間は大自然やダーマを尊敬し、神仏を大事に思い、祖先のことを忘れず、両親に親孝行をし、国の法律を守り、先生の教えをよく学び、兄弟を愛し、友達を信頼し、親類とも仲良くし、周りの人たちとも付き合いを深め、夫婦は力を合わせなければなりません。そして災難に遭っている人を救い、困っている人を助け、相談に乗ってあげることなど、人道に沿った生き方を心がけ、毎日反省を欠かさず、悪い心を打ち払い、良い行いを心がければ、他の人は見ていなくても神仏はちゃんと見ていて、幸福をもたらしてくれるようになります。そして子孫には良いことが増え、病気も減って、災難にも遭わず、自然にダーマに守られた毎日を送ることができるようになるのです。